最近9時とか10時とかからの配信が多かったから、ちょっと今日は珍しいかな。時間が珍しいかもしれない。まつげ、こんばんは。フラペチーノさん、バンジェラモンスターさん、かぼちゃ、カイトさん、かわいいかぼちゃ、福さんお疲れ、ブラピーさん、ナニャロバさん、かぼちゃ、ミロさんハートありがとう。こんばんは皆さん、今日も一日お疲れ様です。とかあれだね、今日金曜日だから1週間お疲れ様です。おつです。今週どうだったかな、乗り越えたかな。今週末土日なんかお話し会ないからね、公演もないし、あさってはベートークがねオンラインであるんですけれども、あと2期生ちゃんの3周年コンサートがあるのか あるけど、私はパフォーマンスが今週末はないから悲しい。こんばんは、えい。ちょっとツインテールとかにしようかなと思ったけどやらんかった。こんばんはね、ハロウィンだ、ようやく金曜日になりましたが、お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。今日は、まあ、昨日の夜からねパシェのお家にお泊まりしてて、でそのまま今日は朝お出かけっていうか、まあ、ご飯を食べに行ってっていう一日でした。でもね、あのパシェとバイバイしてからは本当になんかね、その柔軟剤とか、私毎日一回夜に洗濯回すんですけど、だから柔軟剤とか洗剤とかが結構すぐなくなっちゃうんですよ、少量でやってても1日1回するから。だからそれを買ったりとか、あと何買ってたんだろう、あでもなんかお風呂用のなんかいろいろ買った、なんか歯ブラシかけるやつとか、なんかいろいろ今日はお買い物して、こう生活が潤うようなねものをたくさん買いました。そう、カフェ行きました。今日メールに載せました、メールに載せたのでね、メール取ってくださってる方はぜひ。ちなみにまたあのブログとかで紹介しますね。最近のブログはさ、私のブログ見てくださってる方はね知ってると思うんだけども、私食べ物のことしかツイートしてない、ツイートじゃない、投稿しないんですよ。本当になんかカフェ行ったカフェの紹介とかだったりばっかしてて、人物はあんまり載せないんですよ、自分を。毎回1枚目には自撮りを載せるようにしてるんだけど、他もご飯とかばっかりで、お話し会の時とかはなんか服見せたりとかで自分の顔載せるけど、だいたい食べ物ばっかしなんですよね。でもまあ広島に来た時とかにぜひ、ソラハファンの方でねご飯どこ行こうか迷ってる方とかがいたら、ぜひ参考にしてみてほしいなって思ってやってます。インスタとかやってないからさ、カフェとかはインスタとかになんか載せるイメージだけど、私インスタやってないからブログをいっぱい載せてます。チュン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 、こんばんは。あ、今日まだツイートしてないやん。ツイートしようと思ったのにツイートしてなかった。15分にツイートしようかな。昨
切りのいい15分に。こんばんは。今日はね、何だったっけ、パシェに今日じゃなくて昨日お泊まり行ったんですけど、夜パシェのお家に、その時にお菓子をくれたんですよ。大量にお菓子の詰め合わせギフトをもらいました。ねえ、嬉しい嬉しい。しかも全部私が好きなやつなんですよ。優しすぎでしょ。なんかね、昨日自主練とか、レッスンからの自主練かな確かとかしてて、パセなんかめっちゃ頭が本当にもう破裂しそうなぐらいね、もう覚えることがたくさんらしくって、でね、頑張ってるからと思って、パチェのツイッターをね見てくださった方は知ってると思うんですけども、まあ知らないよーって方はね、まあ今からぜひ見てみてって感じなんだけど、昨日はアイスをプレゼントしたんですよね。で、まあ、その流れでお泊まりしようってなってお泊まりをしたんですけども、その時にお家行ったら、はいって渡されて、紙袋は多分関係ないんですけど、めっちゃ反射する、じゃん、お菓子詰め合わせギフトをもらいました。まだ食べてないんですよ、まだ食べてない、紹介しようと思ってまだ食べてないんですけど、まあ、安定のお手紙ですね、簡単なお手紙、なんかお手紙、お手紙と、私がキャラメルが好きということで、これショールームでもね紹介したことあるんだけど、じゃんじゃがじゃん、ガルボのこの期間限定のね、もう結構何回も食べてるやつなんですけど、コクうまキャラメル、これめっちゃ美味しい、普通にめっちゃ美味しくて、手がもう汚れないしめっちゃ好きなのね。これを、これと、あとこれ初めて見たの、マシマシ小枝ミルクキャラメルの、すごくない、初めて見たのこれ。私お菓子の、結構お菓子コーナー行って最近キャラメルのもの見たりとかするんだけどさ、これ見たことなかったので、美味しそうと思って、美味しそうって思ってっていうか、びっくりして、お、こんなあるんだと思って、初めて見た。これと、ちょっとキャラメルではないんだけど、なんか見た、すごい面白そうっていうことで買ってくれたらしい、ゴロゴロ贅沢ナッツ、ゴロゴロ贅沢ナッツ、美味しそうじゃない、アーモンドペースト、クランキー市場も、おい、クラッシュヘーゼルナッツをたっぷり煮込んだらしい、美味しそう、背徳感を丸かじり、やった。これと、あとこの前パシェが食べててめっちゃ美味しかったから共有しますということで、さくやまチョコジローってやつ、ミルクチョコレートミルククリームサクサクビスケットらしくって、こんなのもらいました。この4点セットをいただきました。草もらっちゃった、嬉しい。ちょっとずつ食べよう、ちょっとずつ食べるね、一気にバンって食べちゃう人だけど、最近はね、こうお菓子コーナーみたいなを作ってて、コーナーっていうか、こういう紙袋にお菓子を入れてるんですけど、お菓子を入れてなんかちょっとした時に食べようって感じで貯めてるので、ちょっと待って食べようかな、いつか。今日はね結構食べたんだよね。メール取ってくださってる方はね分かるんだけどね、今日朝からパフェ食べたの、結構大きめな、結構大きめなパフェを食べて、
お腹いっぱいになっちゃって、ちょっとビューラーしますね、ホットビューラー。お腹いっぱいになっちゃって、でも帰ってきてからすごいさ、甘いものをさたくさん食べちゃったからね、アイスとかキャラメル系で、コーヒーゼリーとかで、だからどうしてもしょっぱいものをすごく食べたくて、帰りにコンビニでセブンイレブンさんの揚げ鶏と七チキを買って、まず帰ってきて揚げ鶏を食べて、でお腹いっぱいになったんだけど、またお腹空いてから七チキを食べました。あと今日久しぶりにスーパーのね焼き芋を買ったの。今の時期ってさ、旬なのか分かんないけどさ、秋の味覚といえばさつまいもって感じじゃないですか。だからさつまいもを買ってね、なんかちっちゃいのが2個入りだったから、それの1個を食べました。だから今日はパフェと揚げ鶏と七チキとさつまいもを食べてます。もうお腹いっぱい。さつまいも結構お腹満たされるんだよな。お腹満たされちゃった、お腹いっぱいです。やばい、初訪問の方結構いるのにさ、こんな配信やだね。こんばんは。まつげ調子良くない。こんばんは。さつまいも美味しかった、とろっとろで。あ、もうお休みメール来たんじゃない？お休みメール来た。今日はもうメール送った。ローソン推し？物によるね。物によります。ちょちょくちょ、いつもどっかんどっかん笑いとってる配信。いやいや、どこがやねん。落ち着いてますよ。落ち着いてる。今日はね、朝はテンション高かったけど、一人になってからめっちゃ時間もう経ってるから、もうね、全然余裕。余裕の落ち着きさ。めっちゃ落ち着いてる。こんばんは。今日ニット着たんだけどさ、しかもなんか気温見たら20度とかだったからさ、ニットにヒートテック着て外出たんだけど、全然暑くてびっくりした。だから腕まくりしてた今日一日。でももうニットの時期だ。去年買ったニット、この形めっちゃ可愛いんだよね。首がなんか普通のと違くて、なんかめっちゃ広いの、この首が。もともとこういう形でさ、ちょっとこう前にすればさ、こうネックレスとかも見れるし、なんか可愛いなと思って。これ結構ねグレールでめっちゃ安かったんだけど、洗っても洗ってもそんな生地がふにゃふにゃにねなったりしないから、めっちゃお気に入り。かわいい、この緑もかわいいしね。今日ねお洋服いろいろね見てたんだけどね、緑のベストみたいなやつがかわいくってめっちゃ買うか迷ったけどやめた。めっちゃかわいかったんだけどね、柄で緑、柄の緑って感じでやめました。買えばよかったな、買えばよかったなって思うけど、安かったから。でも今クローゼットが本当にパンパンだから、断捨離をしないとなんですよね。断捨離をしないとなんだけど、できるものがないっていうね。服
草に悩み、マジで本当にそれなんですよ。いや今日も朝にヘアアイロンして、そっから直してないから髪がふにゃふにゃや。カチューシャつけようかな。なんかベージュのカチューシャ私持ってた気がする。ベージュのカチューシャ。でもあんまカチューシャ似合わないんだよな。カチューシャ、顔の形的にあんまりカチューシャが似合わない人間なんだよね。こんばんは、カッシャーン。むずい。私本当にねカチューシャ似合わなさすぎてね、全然持ってないんだよね。ユニバとかいた時のカチューシャはねなんかいけるんだけど、こういうシンプルなカチューシャっていうか似合わない、なんかだからあんまりつけない。こんばんは、 STU48 のシナノソラハです。よろしくお願いします。なんか今日買ったっけな面白いもの。でも本当にねあれしか買ってないんです、洗剤とかしか買ってないんですよね。面白いもの買ってないんだよね。なんかあ、でもリップ買いました。いつも使ってるリップがもうなくなっちゃったから買った。全く一緒。ちょっと今日薄いけど、あんま寝てないけど。面白いものないな。なんかありました、面白いこと。でも日常的に面白いことってないよね。面白い、面白い。これあれか、ハロウィンイベントなんだ。20万ポイントで、カタログギフトだけをもらえるってこと。カタログギフト、あ、自分で見て選べるってことか。20万ポイントって難しいからね。あれでしょ、絶対1週間とかでしょ、31日までとか10日間とかでしょ。難しいから大丈夫だよ。それよりみんながね美味しいハロウィンのなんか食べてください。ハロウィンといえばなんだろうね、お菓子。こんばんは、なんか今日もずっとネットでね、ずっとじゃないけどなんかいいのないかなと思っていろいろお洋服探してたんですけど、なんか本当にね私今のクローゼットの中もそうなんだけど、襟付けのお洋服ばっかしなの。もうね、さあ自分で選んだらさ毎回ベージュかブラウンしかカゴに入れてないし、それか襟か大きめの襟のやつしかやってないしで、本当に毎回毎回同じものになっちゃうんだよね。どうにかしたい、どうにかしたいんだけどどうにもできない。あとニットとかも色がだいたい一緒。しまった緑のニットとか、ちょっと柄物がちょっと個性ありそうな感じのやつとか、本当に毎回同じものになってしまう。でも私やっぱ淡い色が好きなんだよね。こうパキッとしたやつよりも、この前オレンジ着てねより思ったんだけど、私の顔にはこうパキッとしたやつがあまり似合わない。こういうくすみ系みたいなやつが似合うなって思った、自分のお顔には。なんか可愛いお洋服ないかな。可愛いお洋服はいっぱいあるんだけどね、毎回同じになっちゃうからね、自分で買えないんだよ。買ってるけど買えない。ロングブーツ買いたいんだよな。なんか去年ロングブーツ買って、黒色のロングブーツ買ってね、あ意外とロングブーツいいじゃんって思ったから、何ですか
ベージュとかブラウンとかのロングブーツをね挑戦してみたいんですよね今。今日マジで髪意味は分からんな。なんか今日髪無理だ。ロングブーツ。ロングブーツ。なんか本当にお洋服が欲しいけど。こういい感じのお洋服出会えなくて悲しい。可愛いお洋服はお高い。あ、カチューシャ本当に似合わないや。やめた。カチューシャしか勝たんって言われちゃった。カチューシャやめたって言った瞬間カチューシャしか勝たんって言われた。カチューシャね本当に似合わないんだろうな。なんでなんだろうね。イエベブルベ、ブルベじゃないかな、わかんないけど、ちょっとか濃いめの色の薄めのやつ。ちょっと変えた。トップス、どっちかっていうとトップスがめっちゃ欲しいんですよ。なぜかというと私は毎週木曜日にね、まあでも相撲とかいろいろあったらないんだけど、声ラジで毎回お写真を撮らさせていただくんですよね。だからね、まあボトムスがよりもトップスの方がね欲しいんだけど、なんかね本当にトップス毎回一緒すぎて、なんでなの。だって被らないようにできるだけしてるんですけど、同じようなものを買ってしまうんですよ。やばい、前髪伸びた。黄色を、冬服送りたい。だって待ってるよ待ってるよ。前髪長くて巻いてないから大変なんだが、てかね最近スニーカーがすごい欲しい。てかなんかファッションもねやっぱ欲しいなってなってる最近。なんか化粧品とかあんま分かんないから、そらしかも、まあ、あるものを使ってりゃいいやって思う人だから、そんないっぱいいっぱい消費するもんじゃないし、靴が欲しい。ブーツとかもそうだし、なんか可愛い形のやつとか見るんだけどね、あのなんか淡い感じのベージュのスニーカーとかめっちゃ見たり、かわいいってなるんだけど、で1万円以内とかであるんだけども、でもやっぱ靴で1万円ぐらいっていうのはなーってなってやめての繰り返し。でもかわいいってなってスクショするんよ、出てきたりとかで。スクショするけどよくよく考えたら、いや絶対自分買うわと思ってスクショ消しての繰り返しなんですけど、めちゃくちゃね可愛いスニーカーあるんだけど、難しいよねお洋服。でも大体みんなソラの好きな系統のお洋服分かったでしょ、分かるでしょ。てかもう最近洋服の系統が変わった。昔は意味が分からん洋服ばっかりだったけど、ここで見たら可愛いんだけど合わせ方ダサすぎて、でも今も今はなんだろう、これがいいと思ってるけど、多分来年見たらなんで去年こんな服装の合わせ方したんだろうって多分なると思うんだけど、なんか
そう、変わった。そう、私足も大きいの。だからね、そう、可愛いお洋服屋さんとかでさ、靴可愛いなって思って買おうかなって思って、私マジで足でかくて、入る25と入らない25とかあってね、めっちゃ難しいの。そうなの、悲しいです。靴難しい。だから私あのシーンね、前までグレールをね通販ばっかり買ってたんだけど、最近シーンとかでは結構靴見てるんですけど、シーンって外国のやつだから、なんかねめちゃくちゃなんか足が大きいんですよ。 25.7 とか26ぐらいもないんですよ、女性のやつでも。だからそれでね結構見てるんですけど、今使ってるスニーカーはファンの方からいただいた、あの YouTube でも紹介したことがあるスニーカーか、自分で買った、そのシーンで買った白いスニーカーって感じ。変わらない。でもめちゃくちゃ本当になんかね、なんかサイズ標識めちゃくちゃよく分かんなくて、だからね、じゃあ26とかであるのすごいよね。8時半、目がシバシバしてきた。この前買ったお洋服がね好きすぎて、てかなんかサラピからね言ったよね、そらサラピから何着かお洋服もらったんだけどね、なんかお洋服なんかこの中からいいですよみたいな、これでもう着ないお洋服なんて言ってもらったやつが、夏服2着トップスね、冬服のトップスはあんまなかったんだけどね、可愛いミニスカみたいなもらったんですよ。あ、この前のあのお話し会の時に履いてた黒のミニスカ、サラピからもらったやつなんだけどね、なんかミニスカはなんかあげますって言ってくれたんだけど、書いて、まあでもウエストが私はブカブカだったので、まあサラピもウエスト多分めっちゃ細いからブカブカだったと思うけど、だってソラハでさえねあのニットインしてもブカブカだったから、多分サラピ多分ニットインしてもズル落ちるんじゃないかぐらいのあれだったんだけど、そのやつとともにね、え、めっちゃ可愛いねスカートもらったの、ギャンカはちょっと今後ろ結べてないんだけど見て、私好きって感じせん。だからねこれを履くためにはなんかブーツを、ロングブーツが欲しくって、ベージュかブラウンの、だからめっちゃ探してるんだけどいいのないんだよね。よしょっくり、ま、でも私が履けるミニスカの丈の長さって感じですね。後ろがこんな感じで編み編みみたいになってて可愛らしくない、これ私めっちゃ好きそうじゃない、ほら私の一番嫌いな太もものとこが隠れて、でもめっちゃ短すぎないっていう感じだから最高と思ってもらいました。これにでも合うけどね、なんか可愛い白のトップスとかで着たい、でロングブーツ履きたいんだけど黒のロングブーツしか回ってないから、ちょっとこれ履くためにもロングブーツ探しますね。めっちゃ可愛いのこれ、本当にめっちゃ形いいの、 A ラインってやつ、A ラインってやつかな、めっちゃ可愛いスカート、可愛くない、めっちゃ、うわこれさ可
可愛いと思ったらさ、ナイスクラップだったわ。さすがやな、ナイスクラップ。もう私はナイスクラップとかでもお洋服買わなくなっちゃったよ。前まではさ、そのシーンとかネット通販っていうのに手出してなかった時手出してなかったっていうか、やってなかった時はそのあの本当安いお店、またはあのたまにねママたちが広島に来てくれた時とか、ママたちがいる時とかにあのアウトレットに行って、そこでナイスクラップとかでねお洋服買ってたりしたんですけど、あのお父さんとお母様も来なくなったし、プラスそのネットで買い物をお洋服とか買うようになったから、ナイスクラップを本当に買わなくなったから、待ってるよナイスクラップ待ってるよ、私の好きブランドだから、ナイスクラップ待ってるよ、ぜひ私にプレゼントをしようと思ってくださってる方。でも結構普通にいい値段するからいいです、大丈夫です。それよりも本当に私は手紙が欲しい。なんでかっていうとね、この前ね思ったんだけど、本当に私って手紙少ないの。なんか昔の方が手紙多かったんだよね、なのに今本当に少ないの。なんかなんでこの前も話したけど、なんで手紙書いてくれてたっていいんだよ。まあでもあれかな、手紙そのこの前整理したんだけど、その時にあもうこの方いないなとかってなるから、もし皆さんがこう送ってくださって、でも将来 2,3 年後とかにソラハの元から離れてたら、あこの方この方いたけどいなくなっちゃったなとかってなるかもだけど、はじめまして、初訪問ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の篠野ソラハです。19歳の兵庫県出身です。もしよかったらこの辺にハートがあるのあると思うので、まだピンクじゃない方はピン一回ポンって押してね、ピンクにしてくださると嬉しいです。お願いします。鼻かゆい、短文でも嬉しいですよ。私は「お金より手紙が欲しい」。うん、人によるけど、お金って自分が頑張れが頑張れ、自分が頑張って働けばいただけるものじゃないですか、ちょっとは。でもお手紙って自分でどうにかしてもらえるものじゃないじゃないですか、皆さんが書いてくださらないとあれじゃないですか。お手紙書いてください、書いてくださいって言っても皆さんが書かなかったらもらえるものじゃないじゃないですか。だから私は手紙の方が嬉しい。自分が頑張ったらそのねお給料としてお金をいただけるけど、お手紙って自分が書くのは変やんか。皆さんにしか書けないし、お手紙はそらはーてに皆さんが思ってることを書いてくださいって感じだから。あすごい、フォローしてくださいって言ったらしてくださってる、ありがとうございます。全然ね、本当にね何でも嬉しいんですよ、手紙。最近よくねこのお話ばかしてるんだけど、お手紙は嬉しいよっていう話をしてるんですけど、そうなんかさ、ファンの方からはそうなんだけどさ、その私ビビるぐらいパシェからもらうの、定期的にお手紙。だからそのため自分はあんまりこう文字に起こすことが、だからみんなも言う、みんなもさたまにいる、たまにっていうか結構いるけどさ、文字に書くのが苦手なんだよね。でもなんか手紙もらったらすごい嬉しいから書こうと思って、こう何か小さなものあげる時とかにね結構私も書いたりするようになったんですけど、書くようになったのもパシェがいっぱい手紙くれるようになったからで、あのプレゼントに入れたりとか、あと結構パシェとはなんかいろいろ交換とかしたりするから、その時にちょっとなんか書いて入れるみたいな、なんかそういうのって本当に嬉しくて、ソラハはほとんど残してるんですけど、パシェットのやつは。皆さんも多分ねもらったりとかしたらね嬉しくて、嬉しいってなると思うんだよね。私はもらうようになってから手紙の大切さをより実感したからあれなんだけど、
手紙苦手なの。そう、空も苦手。一緒だね。こんばんは。いいお話かな。そうやって思っていただけたらな、よかった。お手紙って本当にめちゃくちゃね、いいこと。空も文字に残しておくのとか苦手だしさ、私みんなが知ってる通り、私本当に日本語下手くそで、もう本当に下手くそなの。だからさ、あれなんだけども、もらったらめちゃくちゃ嬉しいから、相手にも頑張ってやる、書こうっていうか思うね。あ、また15分にツイートしようとか言ったのに、15分全然余裕で超えてた。みんな、そらは45分にツイートするからさ、覚えてて、覚えてて。まあもう、そらはツイッター開いとこ。ふと携帯見たら38分。え、全然余裕で15分過ぎてんじゃん。うん、相手、分かる分かる、すごいね。受け取って読んでる時の相手のことを思いながら手紙書いている、すごい、めっちゃいい。うん、サイン会の下手こと分かる分かる、めっちゃ分かる。大事。お手紙書けない。いやいや、空も一緒だから大丈夫。10年改めたけど、10年もういないかもしれないよ。私10年もいないかもだよ。そう、ナイスクラブお高めなんですよ。7000円とかする普通に。チュッ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 。お手紙っていいよね。手書き、うん、でも手書きの方が確かにあれだけれども、こう手紙、うん、どっちでも空は嬉しいな。だってどっちにしろ手書きでも打つのでも、空のことを考えてくれてるのは一緒じゃない。まあ確かに手書きの方が時間いっぱいかかってそう。いやでもそうでもないもんね、人によるしね。人によるから、パソコン打つのが遅い人もいるだろうし、早い人もいるだし、文字書くの早い人もいるだし、人によるけど、でもどっちにしろソラハの言葉を考えながら書いてくださってるじゃないですか。それはだからそれが嬉しいから、そんなとかな、そんな別に。手紙は推しがいるときに出せ。それはさ、推しがいなかったら誰に当てて書いてるってなっちゃう。あ、パソコン、確かにね、パソコン。こんばんは。前髪が難しいね今日は。変だけど許してね。あと2分、あと2分、あと2分、ツイートまで。
ツイートまであと2分。最近はね、キリがいい時間にツイートするのにハマっているので、手書きの気持ちこもって、まあ確かにどっち、絶対どっちか選べって言われたらもちろん手書きだけど、そんな別に手書きで方がまあ嬉しいかも、嬉しいけどって感じよね。手書きが苦手な方もいるだろうし、ね、逆にパソコンが苦手な方もいるだろうし、手紙を考える送ることが嬉しいので、あと10秒、あとちょっと、ちゃんと次は45分にツイートするんだからな。はい、これはこの前ありちゃんさんと、先日ありちゃんさんと一緒にカフェムーンっていうところに行ったんですけど、私のブログを見てくださっている方は知ってると思うんですけれども、そちらをね、そちらの写真をまだ載せていなかったので載せました。なんて文字にするかめっちゃ迷った結果これですなんて書こうかなって迷ってこれにしました。あとですね、スペシャルサポーター入ってるよって方は21時30分にね、今日ちょっと早めの投稿ということで投稿させていただくので、ちょっと皆さんの意見を何載せてくださると嬉しい、コメントしてくださると嬉しいです。スペシャルサポーター本当に入ってるスラハファン少ないとは思うんだけども、入っている方がいましたらぜひ。オリジナルグッズのちょっと案を皆さんに聞きたいのでよろしくお願いします。あとできるだけちょっと早めにやってくださるかと嬉しいです。21時半ですね。こんばんは。そう、毎回ねコメントとかしてくださってる方ありがとうございます。ちゃんとね見させていただいて、いいねを押させていただいております。なんかねこの前前橋を作るってなったんですけど、前橋じゃなくて何だったっけ、カトラリーセットってなって、なんか本当にねこう色とかも縛られてて、なんか思ったような感じじゃなくてデザインできなさそうだなってなって、自分で考えようかなと思ったけど、皆さんからの意見も取り入れたいなと思って、なんか前までだったら箸の持ち手をこの色にするとかって決めてたんだけど、じゃなくてそれがむずそうだったから、ちょっと皆さんにね意見を求めたくて、ちょっと縛
しましたので、よろしくお願いします。9時半、あと1時間後ぐらい投稿するので、お疲れ様です。面白いリップこれリップ見てるの面白いな。なんで変更、なんでなんだろうね、わかんないんだよね。多分その多分わかんないんだけど、その今回グッズを制作するにあたって協力してくださってる方のところに多分箸だけのやつがなかったのかな。あとこの前は本当に自分たちでなんかこういうの作りたいねってなんか言ってただけだったから、多分箸ってなったらそのあれになったんだと思うな。なのでぜひよろしくお願いします。スペサポ会員の方は特になので、めっちゃかゆい。昨日ね、その紙をいただいて、どんなにしようかなっていろいろ皆さんからこの前ショールームで意見いただいてから考えてたんですけど、昨日紙をなんかデザインする用の紙をいただいた時に、あれみたいな、思ってたのと違うってなって、どうしようどうしようってなって、遅くなったんですけど、だから夜リングです。どうなんだろうね、これスペサポの方にしか買えないのかな。わかんないけど、いつ販売とか全然わからんけど、まだデザインあれだから、デザインができて向こうに送ってとかいろいろしてからだから、いつぐらいになるかとかわかんないけど、でもスペサポ会員以外の方もね、なんか変えたらいいのにねって思うな。綺麗、私がですか、ありがとうございます。私に入らないでしょ絶対。逆に入ってたらびっくりしちゃう。こんばんは。ジュ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 。インセンティブって何？お給料にお金が足されるってこと？わからない。考えたことがなかった。入るのもんなの？そういうのって。わからないよ私は。こんな言葉で聞いたことない。なんか歌いたいな、歌いたいなってことで歌います。最近ね、そのパパからもらか、パパがくれた あのマイクを使って、あの何、このタブレットで夜歌ってます。夜ってか朝も夜も普通に48、あのなんかポケカ、ん？ポケカラみたいな、なんかアプリがあるんだけど、それでめっちゃ歌ってます。48さん以外の曲を、私大原さくら子さんとかめっちゃ好きだから、大原さくら子さんの歌聞いたりして。
違うわ、こっちじゃないわ。こっちに充電をさして、あれ、初訪問ありがとうございます。よし、着いたかな。ちょっと変わったんじゃない音質。48のシナノソラハです。初訪問の方嬉しい、ありがとうございます。ちょっと今から歌います。イエーイ。ちょっと早くイヤホン買います。ちゃんとしたイヤホン。ちゃんとしたイヤホン買いますね。あのヘッドホンしてたらさ、色がすごすぎてあれだから、ちょっと買いますね、ちゃんとしたイヤホン。こんなでかいヘッドフォンじゃなくて、ちゃんとイヤホンを買います。ちょっとすごすぎでしょ。あこれね、もうちょっとだけ、あ、そうだ、これだ、これに乗せてたんだ。こうだこうだ、こうしてた。ST48 ドラフト3期生の信濃空葉です。19歳の兵庫県出身です。まだルームフォローしていない方はこの辺に多分ハートがあると思うので、ぜひピンクにしてくださると嬉しいです。そしてツイッターもさっきねツイートしたんですけども、私のこのプロフィール欄からね、私のツイッターがチェックできると思うので、そちらもまだチェックしてないよーって方はチェックしてフォローお願いします。この辺には出てるね、名前で検索してくださると出てくると思うんですけど、最近ねフォロワーが伸びてなくてピエンピエンって感じなのでぜひぜひお願いします。そしてルームもですね、毎日配信しているのでぜひよろしくお願いします。ちょっと歌いますね。これは2回目です、このマイク使うの。昨日はちょっと寝落ちしてて、配信時間通りに配信できなくて使ってなかったんですけど、歌います。飲みます。今喉を潤わせます。すごい、いろんな音を拾うから恥ずかしい。これそしてお口直し、お色直しだ、お口直し、本当にお口直しになっちゃう。お口直しをしますね。うわ、でももう9時じゃね、早っ、早いね。どこやったっけカラオケ、あったカラオケなんかもやったことあんのに初心者みたいになっちゃった。何歌おっかな、久しぶりに歌おう、久しぶりにこの歌歌います。 STU48 あー、懐かしい。ね、久しぶりだ。君の目の前には無限が横たわる。銀河を飲み込んだ夜景前の海。どんな吹き出せば渡れるのだろう。遥かな大陸よ、本当に存在するのか。見えないものほど見たくなるんだ。自分のこの目で確かめたいだけ。誰かの蹴りじゃ意味なんかない。若さ向こう見つ、無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。希望という名の言い訳
しながら、そんな低い星を見て飛ばす、愚かなやつだと笑われたって、行ったことない世界へ。今日はエイランチさん、バンジェラモンスターさん、数字押しさん、音符ありがとうございます。お父さん、ミラーボールありがとうございます。まだ流れていない、涙に怯えるな、未来の悲しみは後で泣けばいい、残された時間を考え始めた時、必死に目指していた想像の島が消えてゆく、遠くのものほど欲しくなるんだ、自分の力を試したいんだろう、近くのものなんかで妥協はするなよ、いつかは気づくはず、無謀な旅で大人になりなよ、計画通りなんてありえないさ、トラブルだらけの遠回りだから、夕焼けが美しいんだ、楽をするなと今言われたって、そんな制御を聞きたくないだろう、もっと手がたい夢ならばいつもと同じ景色だ。かまちゃんさん、ファイトとトートイト、かぼちゃ、山田太郎さん、かわいい、ありがとうございます。天然うなぎさん、かいとさん、音符、なあこさんも音符、ありがとうございます。たやすい道など選んだら負けだ、根拠はなくても自信があればいい、挫折も時には味わってみろ、人生は長い、無謀な夢は覚めることがない、ラブとの裏ずっと焼き付いてる、叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。無謀な夢を後悔するな、傷ついた分だけ強くなるさ、孤独な道で誰かと出会ってたくさんの愛を知った、もしも一度やり直したってまた同じ選択をするだろう、人を無謀な夢を見て新しい世界を生きる。ごへん、天然うなぎさん、カイトさん、マンジュラモンスターさん、音符ありがとうございます。初訪問の方ありがとうございます。 STU48 とドラフト3期生の篠野空葉です。19歳のピチピチでもないんですけれども、もしよかったらルームフォローお願いします。もう来年の8月にはもう20歳になっちゃいます。14歳だった私が20歳、はい、やそれは早すぎ、もう20歳になっちゃう。まだ19歳成り立ての方が近いんですけれども、ぜひぜひフォローお願いします。初訪問の方、初訪問じゃなくてもまだルームフォローしてなかったよーって方、特にお待ちしてます。待ってるで。こんばんは。何時に終わろう、10時までには終わりますね。20歳は嘘じゃないの、怖いよね。山田太郎さんありがとう、風呂敷、カニカマさん、レインボースターありがとう。手の届く枝になったリンゴは
じゃない誰かも手を伸ばすみんなが諦めてるような高い木の上探さないのかなぜ君は絶対失敗しない手頃な夢だけを選ぶのか結果を出せないこととはチャレンジするよりダメなことかそんな近くに夢はないんだ僕は無理をする妥協はしない冷ややかな目で見られたって僕は無理をする全てをかけて平均点はいらない高値のリンゴよ バンジェルモンスターさん音符ミロさんハート ST ウサギちゃんさん音符天然うなぎさんカイトさんも音符ありがとうございますトスキさんも音符ありがとうございます初訪問の方ありがとうございます ST48 ドラフト3期生の篠田空葉ですもしよかったらルームフォローお願いしますそしてもうちょっとでスペシャルサポーターも投稿されるのでスペサポ加入してる方はぜひ今日できる限り早めにコメントをしてくださると嬉しいです。はい、競い合うこととは想像力するするモチベーション汗の分だけ美味しいんだどうせやるのなら1位を狙え誰も DJ 始めた実は DJ なんですよアイドルじゃなくて嘘です僕は無理をする妥協はしない冷ややかな目で見られたあて僕は無理をする全てをかけて前体勢になってたらめっちゃ腰痛くなっちゃうピヤーンピヤンですピヤンピヤンパオンパオンこんばんはお仕事お疲れ様です皆さんお疲れ様ですまだお仕事中の方頑張ってください一週間お疲れ様ですイエイこんばんは
ゆるさんの後カイトさん、音符数字押しさんペンライトありがとう。スパッシュ青い海の中スパッシュ僕が飛び込んだスパッシュ熱の日差しに背中を焼きすぎたスパッシュそばにいるだけでスパッシュ意識してしまうスパッシュ君の水着が去年より小さくて恋はあれから急に成長したのか変な意味じゃなくてハートしたんだ意外にマンゴーロマンスは早すぎるまだまだ保護してマンゴー青春果実いつの日にか大人になったら君のことが好きだと言いたい。トスキさんオープテネヤナギさんハートナーコさんカボチャトンさんペンライト、皆さんもハートたくさんありがとう。うすうさぎちゃんさんもオープンありがとうございます。君が偶然高知を眺めてたり不意に目が合ったり微笑んでくれたりなんか切ないもう一度目論をか君はどうしてそんな綺麗な頭のずっと青いままでよかったのに驚きマンゴー青春は駆け足だ初めてマンゴー伝えていけその日までは甘い香りに誘われても手を伸ばさないよ。クックさん音符ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の篠野さらはです。19歳の兵庫県出身です。もしよかったら Twitter のフォローとルームのフォローお願いします。恋はいつでもきっとストイックがいい夢の中でずっとお預けのまんま意外にマンゴーロマンスは早すぎる保護してマンゴー青春果実いつの日にか大人になったら君のことが好きだと言いたい。マンゴーマンゴーマンゴー皆さん、音符、天然ネギさん、バラ、ありがとう。クククパッパカパーン、あん。いつの日にか、大人になったな。君のことが好きだ。鼻をムズムズしちゃう。こんばんは。前髪がどん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 やばくなっていく今日は10時までに配信終わりたいと思います。何してるの？だって七並べをしてます。下向いてるのは七並べをしながら歌っております。この街を歩くとどうして
知らぬ間に早足になるのだろう。そう誰もが自分の大事なもの奪われないかと不安になるよ。立ち止まり深く息をして空を見上げ問いかけた。僕が欲しいものとはただ一つ願うもの。ずっと追い求めてるあの夢が人混みに飲み込まれ、どこかで見を失っても絶対バンドワゴンに振り回されない。僕が欲しいものとはただ一つ願うもの。ずっと追い求めてるあの夢が人混みに飲み込まれ、どこかで見を失っても絶対バンドワゴンに振り回されない。カイトさん、バジラモンスターさん、トシキさん、シティウサギちゃんさん、リサポンさん、音符、ミロさんも音符、ナネノロバさん、ペンライト、ありがとう。テレビサイズ。いいね、テレビサイズ。すごくない？この曲だけ、テレビサイズってある。いいなぁ。STU のテレビサイズだから、いっぱいありそう。たったかたったかたか。こんばんは。歌ってるとマジあっという間だな。終わっちゃうよ、もう時間が。何時に終わろう。こんばんは。はい、歌ってます。君に似合うと思ったんだ。グレンチックのマフラー、見たことない景色は僕らの制服、クリスマス。まだね、ハロウィンも終わってないんですけれども、今日ダイソーに行ったらもうクリスマスのものがいっぱい売られてました。早い、もうクリスマス。特別な日なのにごめん待たせちゃって、夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫、私もさっき着いたところ、少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う。周りにはまだ内緒にしよう。二人の世界が始まる。君に似合うと思ったんだ。グレンチックのマフラー、繋いだ手のひらから好きが溢れる。コンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではないけど、これがきっと幸せ。僕らの制服、クリスマス。釣り吉さん、ミラーボール2つもありがとう。ありがとうございます。なにわのロバさん、カイトさん、音符、ヤスベイさん、ありがとう。トスキさん、天然うなぎさん、音符、ありがとうございます。カイトさんも音符たくさんありがとう。今日はエレンズさん、レインボースターありがとう。まっすぐな瞳、僕は戸惑う。君
僕の気持ちは止まらないよ。きっと君より今も僕のこのドキドキがバレないように。そう来年のクリスマスは僕が勇気を出すね。初めてのときめきは君とのセーフクリスマス。皆さんコメントとかギフトとかありがとう。見てくれてありがとう。改札の前君の手つかみ、大人にはもう見えない世界、制服のまま飛び出そう。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのバクラー、繋いだ手の僕らの制服クリスマス。かまちゃんさんハート、かいたさん音符、かまちゃんさんレインボースター、すゆきよしさん、せんだやなぎさん、やすべいさん音符、ありがとう、ありがとうございます。早いね、もうクリスマスだよ。もうこのもう世界はクリスマス世界はクリスマス。本当にね、マジでダイソーとか、あとどこだっけな、普通にいろんなところ雑貨屋さんとか、今日他のいろんな雑貨屋さん、あ、雑貨屋さんいたんですけれども、めっちゃクリスマスで、まだハロウィンは終わってないのに早すぎろよーってなった。まだそれハロウィンの何もしてないよ。でもなんかハロウィンの期間コスプレ配信できたらなーなんて思います。今までにやったことあるコスプレ、なんかあの今年のまあ多分スペシャルサポーターのあのカラオケがハロウィンなんちゃらだから仮装するのかなって思ってるけど、お話し会で今回あのコスプレを仮装しなかったから、なんかしらなんかできたらなーなんて思ってるよ。やるとしてもあのやったことある、新しくは買わないけどね、あのコスプレをやったことある、何かをやりたい、やるかな、やるとしたらって感じだよね。今日はAランチさん、レインボースターありがとう、こんばんは。差し込む光に色があるように、どんなものにも色があるよ。希望という名の未来の向こうは青みを帯びてる。世界の仕組みは単純で、そこに見えるものが全てなんだと思ってた愚かさよ。僕たちの無意識は一体何色だ、愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添い混ざり上がってくよ。特別な色さ、ある日見えてくるんだ、君と同系色一緒。
識しなんだって I love you。 天然うなぎさんハート、としきさん ST うさぎちゃんさん音符、なおこさんもハート、かいとさん音符、お父さんミラーボールありがとうございます。ミラーボールがいつも出てこない。静寂には色があるんだ、壁と天井にぼんやりと浮かぶ不安なオレンジ、こんなに仲良くしてたのに友達以上にはなれないなんて、見過ごしたときめきよ。僕たちの関係は一体何？いるな大切な存在、気づかずにいたけど、目が合った瞬間引き込まれてくように、なぜか懐かしくてほっとしてしまう。二人ずっと見えなかったよ、そこに愛があったなんて叫び続けてた I need you。 天然うなぎさんハート、カイトさん音符ありがとうございます。ST48 ドラフト3期生の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。毎日こんな感じで歌ったりのんびりお話ししているので、もしよかったらルームフォローお願いします。僕たちの無意識は一体何色だ、愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添い混ざり上がってくように、愛は二人だけの特別な色さ、君も僕も今は見えてる愛の色はどんな色か、意識し始めた I love you。 やばい、もう30分だ、早っ。もうちょっとでスペサポ投下されちゃう。あきゃ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 。こんばんは。ちょっと待ってよ。初訪問ありがとうございます。 ST48 ドラフト3期生の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。もしよかったらルームフォローとツイッターのフォローお願いします。ツイッターはね、毎日私自分の写真とか何らかしら載せてるので、ちなみに今日はカフェにいた時の写真を載せました。ね、ちょっ
やっぱお腹空いてないけどなんか食べたくなってきちゃった。よくないやつだ。よくないよくないよくないで。こんばんは、メイ。やばい、久しぶりだから歌えるかな。歌えるかな。大丈夫かな。マジで大丈夫かな。歌の入りとこは大丈夫かな。ファイトさん、音符ありがとう。真っ青な空を見上げて誰かのこと思ってますか。今すぐに会いたくなった。誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする。近くなる。うわ、マジでいつぶりってぐらいに歌った。半年ぶりぐらいとかに歌ったかも。なんかちょっと不安、めっちゃこの曲もともとなんか下手っぴだから。大丈夫、合ってたね。多分合ってた。ヨウさん、トシキさん、天然うなぎさん、音符、ミロさん、だるま、エステウサギちゃんさん、音符ありがとうございます。カイトさんも音符ありがとうございます。ありがとう、初訪問の方。47の素敵なあの街へ何を話そうかと考えながらのんびりと景色を眺めドキドキするのが楽しくて。自己紹介いきます。 ST48 とドラフト3期生の篠野さらはです。19歳の地方県出身です。ですね、ルームに入ってくださってちょっとでも気になってくださった方、いましたらですね、あさっての日曜日に Zoom で誰でもじゃないね、会員登録してチケットを購入してくださった方にですね、ベートークっていうお笑い芸人さんと一緒に、ベートーベンさんと一緒に1時間ほどお話しするんですけど、それがね、見れるので、会員登録をしてチケットを買ってくださると見れるので、もしよかったらチェックしてくださると嬉しいです。ちなみにどうやって買えばいいのか分かんないよって方は、私のツイッターが多分プロフィールの欄から見れると思うので、そのプロフィールから見てそのツイートを引用リツイートしてとかリツイートしてるので、ぜひ見てください。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数、ずっとあたしのこと待ってくれてる。いつの日か全部回って日本全国の友達と笑顔の輪。
ンジェルマスターさん、ミルさん、ありがとう、アップ。すごいね。あれでしたっけ、来年の4月でしたっけから活動休止ですよね、確か。チーム8さん。こんばんは、ST48 のシナノソラハでーす。今日はちょっともう1時間半くらい配信してるので、そろそろ終わろうかななんて思います。みんなスペサポン入ってる人投稿されたと思うから見たね。コメントとね、いいねね、待てるよ。めちゃくちゃなんかもう、すごいめちゃ詳しくね、ちょっと載せてるので、見てくださいませ。イエイ、初訪問ありがとうございます。 ST48 ドラハト3期生のシナノソラハです。毎日こんな感じでのんびり配信しているので、もしよかったらルームフォローして、ちょっとでもね気になってくださったら、通って私の配信に通ってくださると嬉しいです。でね、まあ好きになってくれたら嬉しいなって感じだけど、もう私の性格はすっごいうるさい性格だから、うるさい子が苦手って方は苦手かもですがぜひもしよかったら、また今日は最後まで見て、明日も明後日もし明後日も来てください。待ってるよ。にょんにょんにょん。ちょっと飲み物飲もう。うまっ。久しぶりにカフェラテ飲んだ。コンビニの。ごめんなさい。あ、間違えた。こんばんは。おしとやかなはキャピキャピもできる？いや、できないよ、私は。おしとやか、無理だもん。秒で終わっちゃうよ。DJ。いや、いや。やだ、こんな DJ。もっとちゃんとしててほしいよね、DJ。ブラピーさん、音符ありがとう。めっちゃ久しぶりの歌、歌えるかも。いける？いけると思う？こんなに苦しい思い、生まれてから初めてだ。愛が静かに狂わせる。3年前ぐらいは公園でやってたけど、もう全然やってなくていけるかな。数字おっさん、ペンライトありがとう。心の空に雲がかかって月が見えなくなった。どれだけ待てば暗闇の中に光さすのだろう。想像上のジェラシーの鳥羽を広げながら、その真実疑うように重たくのしかかって、あの夢にうなされてしまう。誰のことを一番目に愛してるのか教えて。眼差しで来たのに、またた閉じて逃げようとしてる。そう、私は2番目だって分かっているから。知りたいの、あなたは私の全て。独り占めするためには、誰を殺せば色なの。
の仕方間違えた。としきさん、カリカマさん、天然うなぎさん、音符ブラピンさん、ペンライトありがとう。窓のガラスに息を吹きかけ、風が回ってよ、満月の形まで間に合わない、あー圧倒的な悲しみとか孤独抱え込んで、自分だけのその正義に何度も絶望してる、この日々は苦痛でしかない。誰のことを一番目に愛してるのか教えて、手の甲に爪を立て、擦れるように答え曲がってる。二番目以下は他人ってこと、誰が誰だがって構わない。私はあなたのためにこの命と引き換えに誰を殺せば、今まの失うものと手にするものは同じ価値とは限らない。愛していても愛されていても満たされない。 Maybe we still are。 誰のことを一番目に愛してるのか教えて、眼差しで来たのに瞼閉じて逃げようとしてる。そう、私は二番目だって分かっているから、知りたいの、あなたは私の全て、独り占めするためには邪魔する者たち消して、私だけの世界がいい。誰を殺せば、今は失うものと手にするものは、愛していても愛されていても未来の闇が深くなるだけ。エステウサギちゃんさん、花束ありがとう。これはあれですね、歌詞がすごいすごいですね。まあ私のことを鬼推ししてる人への歌ですかね怖怖すぎ。そう思うと怖いわ。気をつけて、私を鬼推しにしてる方私を一番目に推してくれてない方、気をつけてくださいダダダンダダダダダダダン。怖すぎる。そう、坂道 AKB さんです。ダダダダンダダダダダダダン。やば、ほんまに終わろって言って全然終わらへんのが私。いやでもさすがにほんまに10時までに終わろうかな。私だけの世界がいい。懐かしい。千穂さんのねソロコンサートでもバックダンサーでさせていただいて、意外とこの曲歌ってるわ。楽しい。初訪問ありがとう。 ST48 ドラフト3期生の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。毎日のんびりお話ししたり、あのマイクを新しくパパに買ってもらったからといってちょっとテンション上がっていっぱいこれ歌うかもしれないんですけれども、ぜひまだルームフォローしてない方はぜひルームフォローお願いします。この辺にあるハートを白っていうか透明な方はぜひピンクにポチッと押すとできるので、あとプロフィールっていうところから私のツイッターが見れると思うので、ツイッターもねフォローしてくださると
毎日ツイートしてて、あと私の出演情報、なんかテレビとかイベントとかフェスとか、見れる情報を知ることができると思うので、ぜひお願いします。マイクの音いいでしょ。そうなの、めっちゃ良き。全然なんかストローの音だったわ。ストローの音 ASMR。 あ、そんなだった、そんなだった、そんなだった。私の家に ASMR できる音がないんですよ。お菓子食べちゃう、もしかしてこれって。え、やってみていい？この前、この前っていうかパセにもらったお菓子 ASMR しようかな。なおこさんハートありがとう。これ、え、これちょっとあんまりどうなんだろう。私の好きなこのガルボ ASMR しようかな。もごもごしてる。もごもごしてる。ちょ、もごもごしてる。これカリカリ言わない気がするな。ASMR できると思う？え、やるときは黙れ、黙るんよね、これ。黙っとけって感じでいくよ。え、全然ならんかった。人間、これはならないやつだ。サクサクやった、これ。うまっ！無理だった、ごめん。ただの私の食事タイムだ。音鳴らなかったでしょ、これ。うん、無理だ。無理だっか。ポッキーとかだったらいいんだろうね。ポッキーとか、あ、せんべい、あとなんかビスケットとかよね、その辺よね。まあ残念でした、できませんでした、悲しい。はい、 SMR やって ASMR だよね。 SMR ってなんかありそうじゃない？チャイムだったら誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたってもっともっと大事なことがある。グラウンドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ自分に正直に、俺は生きたい。君が好きな、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きな、どんな心だって溢れるその想いを飲み込まないよ。誰に言
言葉言わせてくれ、世界で一番好きな男女読むの今日も A ランチさん、ペンライト、天然うなぎさん、カイトさん、音符ありがとう。では男女読みます。13位 TT さん、12位帝国さん、11位スーさん、12位エローフィッシュさん、9位スージーヨスさん、8位ミロさん、7位カイトさん、6位カマちゃんさん、5位お父さん、4位トスキさん、3位ツミキジさん、2位山田太郎さん、1位天然うなぎさん、ありがとう。ありがとうございました。皆さん今日も一日、そして月曜日から金曜日1週間お疲れ様でした。明日明後日はねお休みの方が多いと思うので、しっかり体を休めてください。そしてですね、先ほども言ったんですけれども、日曜日にデートークに出演させていただきます。ちょっとね料金がかかってしまうんですけれども、そこでしか話さないことなどあると思うので、ぜひ空放しの方は会員登録をして、チケットを購入して、13時からなので、日曜日の13時からぜひちょっと見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そして今日発表されたんですけど、11月9日の、ゲバントホールかなで、安否の生誕祭があるんですけども、そちらに出演させていただきますのでよろしくです。君が好きなんだとへ振られたっていい、本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きなどんな過去はルーパーで溢れるその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ、世界で一番好きだ。はい、ということで今日は約2時間今日は2時間約2時間配信したんですけれども、見てくださった方ありがとう。では空は今日はもう終わります。この後私はなんか七並べをしながら、またこの後一人で歌います。フォローしてくださった方や初訪問の方ありがとうございます。毎日こんな感じで配信をしているので、もしよかったらまた見に来ようかなって思ってくださった方はフォローしてくださると嬉しいです。ツイッターのフォローもよろしくです。ということで配信は終わりたいと思います。ありがとうございました。ではバイチャラポー、またねー、おやすみちゅー、メールの返信待ってるよ。ありがとうございました。